皆さん、おはこんばんにちは、うぷぬしです。今日は、アニポケマスターズトーナメント、セミファイナル、サトシバーサスシロナ、についてお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。まず勝敗ですが、サトシが勝つと思いますが、シロナさんに勝ってほしいです。ルールは、フルバトルにしてほしいですが、3対3だと思います。続いて2人の手持ちポケモンを、予想していきます。まずサトシですが、海流、ネギがないと、ルカリオだと思います。一回戦で使用していない子を使用してほしいですね。ですがルカリオとゲンガーで迷いました。なぜならサトシはアニポケのオープニングでメガルカリオでダンデと戦っている描写があったからです。Z 技は第5戦で使用したのでないかなと思いました。同じ切り札を使用するのも見栄えしないですしね。一回戦ずつ違う要素を使用した方が見応えも十分あると思いますよ。見てて面白いと感じます。シロナさんの手持ちですが、一回戦で、使用していない子で考えるなら、初手がミカルゲ、次がトゲキス、ラストがガブリアスだと思います。ガブリアスは、エースですから外せないですよね。試合展開ですが、サトシは今のままだと、かなり追い込まれると思います。最悪の場合、手も足も出ずに負けてしまうでしょうね。ですが、第5戦に勝ってしまったので、どうなるのかはわかりません。サトシは、シンジとの特訓で編み出した、海流星群を使用するのでしょうか。おそらくですが、海流がメガガブリアスを突破するのでしょう。シロナさんとガブリアスが負けるところが想像できませんけどね。サトシは、ゲンガーでダイマックスを使用し、次に海流を出し、シロナさんを追い詰めていくのでしょうね。それで最後は、主人公補正で決める。というか、この試合ピカチュウを出さなかったら炎上しそうです。サトシが勝つとなると、どちらにしろ炎上しそうな気がします。大炎上まではいかないように、したいところです。その前に、帰ってしまった組と、特訓の回とかないんですかね？それがあったら、めちゃくちゃ興奮してしまうと思います。シロナさんは、なんか、サトシに勝ちそうな気がします。でも、どっちも勝ちそうなんですよねー。サトシは、主人公補正。シロナさんは、絶対のチャンピオン補正。いやなんやねんそれ。はい、失礼いたしました。皆さんは、サトシ VS シロナは、どういう展開になるまたは、なってほしいですか？ぜひ、コメント欄で教えてください。今日の動画は、これで終わります。ご視聴ありがとうございました。また、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。